選挙じゃ。選挙ですよ。選挙ってこう無意味にテンション上がるよね。台風と一緒だよ。台風と選挙なのでこうニュースも政治のニュースが選挙が近づくにつれて多くなっていくでしょう。そして各党の離合集散みたいな話が起きるね。すごくテンション上がるよね。こう戦国乱世の群雄割拠の争いを見ているようで、まあ別にその政策のこととか何にも抜きにして言うとテンションが上がるよ。選挙は。うちの地元はね、地元っていうか私は基本自民党支持なので、自民党支持というか、うん、まあ他はダメだよね。確実に自民党よりは自民党の全部が全部いいとは思ってはいないですが、まあ難しいのでよくわかりませんよ、政治は。みんな本当のこと言わないからさ、だからわかんねえんだよな。なので私は今回も自民党に入れると思いますがね。え、本来こう自民党の中で二大政党制みたいなことやってたんですよ、昔。あの、拡幅とかの頃。自民党の中の派閥がほぼ政党であったと。で、派閥で政権交代というか二大政党制みたいなことやってたけど、なんか自民党の派閥も最近よく分かんなくなってるから、昔よりは確実に力を失っていて、だからそのね、対抗馬がいた方が権力が腐敗しにくくなるのはその通りなんですが、だって競争相手いた方が商品はどんどん良くなっていくでしょう。一社独占だったらすごい独禁法違反のことされるでしょう。価格の釣り上げとか。対抗馬がいた方がいいのは間違いはないんですが、対抗馬がいないというのはこれ多分散々言われてるからもういい。私はもう頭が悪いことをずっと言い続けます。選挙はテンションが上がる。でみんな選挙には行った方がいいよ。多分あなたの一票が変えません。変わりません。それはその通りです。あなたの一票が国を変えるとか政治を変えるとか、誰が当選するかを変えるなんていうことはないですから。それははっきり言いますよ。ないですよ。あなた行こうが行くまいが選挙の結果は変わりません。それはその通りです。ここで嘘ついて、いや変わるんだよとか言って嘘ついて選挙に行かせるのは私は愚策だと思います。それ変わりませんから。でもね、まあ多分政治の話とかするんだったら選挙行ってないと、選挙にも行ってないやつが偉そうなこと言うなって言われるから、多分行ってた方がいいよ。これをまあなんというか、まあ、私もそう言われないためだけに選挙に行ってるので、私は今住民票はもう函館にあるので函館の選挙区なんですが、函館の自民党の人は
前田和夫先生と言います。民進党の人が、あの人大阪さん、大阪さん前東京に行く羽田に行く飛行機に乗ってたことあるな。あ、そう、鳥取行く飛行機の一番前に石破さんが乗ってたことがある。石破さん選挙区鳥取だから、まあそれはいいとして、大阪なんだっけ、大阪なんだったかな、全然思い出せない人の名前が。これちゃんと平等にやらないとね、公職選挙法にね、抵触はしないけど別に。民進党の大阪、政治で、前回の選挙では自民党が負けました。前田先生が、前田先生は比例で復活当選しましたが、大阪政治先生が勝ちました。それは函館は対岸の青森に大間原発というのを抱えていて、で函館市が原発をねこうやめろっていう、市自体が訴訟を起こしてて、函館の住民も函館地裁に訴訟を起こしてて、それもうすぐ判決出ますけど、判決出るから今函館の民事部の裁判官が非常に忙しそうですが、なんだ、だから原発反対の民進党に票が集まる構造がある。まあ、原発はね、原発はまあもっとちゃんと勉強しないと何かを言う資格がないので、そんな難しい問題は取り扱いません。私は今清さん風に言えば、みんな仲良したらええんやっていうことです。それで片付いたら政治家はいらないんですが、でで、ちょっと戻る、実家は世田谷ですね、の選挙区はね、私が小学生ぐらいの頃は越智道夫っていう人が自民党から出てたんです。越智道夫、名字が越智で名前が道夫ね、で下から読んでもフルネームだと越智道夫なの。新聞紙ですよ、竹やぶ焼けた越智道夫、だから越智道夫、竹やぶ焼けた越智道夫っていう五七五読むと全部これ解文になるわけだ。別にいいよ、何竹やぶ焼けたじゃなくてもいいよ、何があんの、ちょっと待って、はい、ここで読まないとダメだよね。何か越智道夫新聞文紙越智道夫、大丈夫だよ。はい、道夫はなんか入閣とかもしてるので割といいとこまで行った先生ですよ。で道夫が引退して息子の高尾が継いだんだよ、越智高尾。越智高尾は下から読むと岡立雄なの。ダメだよね、道夫ちゃんとさつけないと解文になるように。何がいい、ムチムチオとかでいいよ、ムチオで。ムチオはダメだな、ムチムチになっちゃうからな。これ多分火災に言えば解明が認められるな。ムチオはうんこさんです。うんこさん、うんこさんは解明が認められたからね。だからソースのあやふやな話を言ってるのでね、墓地、そう、戸籍上の名前を変えるには火災の許可が必要なんですよ。
で、そういううんことかそういうね、ネガティブな名前だと変えやすい。で、それはよくて、メチオはやめよう。じゃあもう一個、ミ、マ、ミ、ム、メチオ。メチオもやだね、なんかメチルアルコールみたいで。メチルアルコール、メタノールですよ。メタノールとエタノールってどっちがどうだっけ。メタノール、メタノールの方が少ない。ほら、少ない。何が少ないんだよ。あの、少ないんだよ、あの OH がくっついてる C と H が。ほらほらほら、エタノールの方が1個1個1セット多いから、 C と H2 個が。いや、メタノールはなんかこう爆弾とかそういう密造酒だから、あんまりよろしくないな、やっぱり。もちおでいいか、もちおで。もち、もちお。もちおね。もっとぐっと長くしてみる？おち、みちみちおとかさ。もちみちみちを赤い文になってるよね、なってるよ。あ、いいんじゃない、みち増やしていけば。長男おちみちみちよって、次男おちみちみちみちよ。はい。で、民進党、民進党、当時はまだ民主党ですが、対抗は小宮山陽子先生と言います。これテレビでやるときは選挙区の人全員紹介しないといけないからね、多分公選法的に。公選法なのかな、公選法なのか放送法なのかよく知らんけど。で、その立候補してる人は基本全員紹介しないといけないから、だからこう政党が増えていくと本末候補も増えて、紹介 にも尺を取られるから大変なんですよ、テレビも報道も。ああ、で、そう、選挙区トークをみんなしよう、地元の人たち。選挙区トーク、今のみちみちよとかで、ほら今回は自然とジジが喋れたね。全然その中身のあること言ってないけど、まあ、あと入ったニュース何かな。あれか、あれ、あの安室ちゃん、安室ちゃん引退、40で引退。安室ちゃん、まあ私も40で引退しようと思ってるけど、弁護士をどんなに続けても40までだって。これね、計算するとね、こう今、まあ私は独り身なので金を使うこともないので、どんどんこう貯金、貯蓄額は単調増加状態なんですが、今のペースで、今私30だから、で、あと10年働くってことだ、40までやるっていうこと。今のペースで10年貯金を増やすと、あとはそれを食いつぶすだけで死ぬまで生きていられる。だってこう、私はなんかこう別にそんな金のかかる趣味とかもないので、200万で生活はできます、年間。300万使えれば相当贅沢だ。300万というと、300万で40年暮らすと、でも1億2000万になっちゃうんだね。1億
1億2000万か。200万に抑えれば8000万で済むから。200万だよ。だって家賃が、今、ふにゃふにゃだから、函館ですから、そんな東京ほどバカ高くないですよ、家賃は。でも、ほいほいほいのほいで、ほら、200万で足りるよ。どう計算しても。家賃で半分も使わない。まあこれが養う家族が増えるとこの計算は全然成り立たなくなるんですけど、私が自然体で生きてると多分養う家族というのは増えないので大丈夫です。そこはならそんな無理する必要もないではないではないか、ないではないではないではないか。好きって言って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 。では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 産地。おう300。うん。越中富山の薬売り。ああ、ご飯が炊けた。あ、おい、稲妻が僕を責める。おお。うん、その話はいいので、安室ちゃん見てるとやっぱ歌手も顔が良くないと売れないんだなって思うね。世知辛いよね。歌が上手いだけじゃ大ヒットはしないんだよ。まあ、別にイケメン美女ではないけど売れてる歌手はいますよ。いますけど、少なくともこう嫌じゃない顔である必要ある、最低限。例えばね、ここはちょっと誰を出すかは考えどこだけど、まあ愛子とかさ、嫌じゃないのよ。うん、決して美人ではないが、すごく今言葉を慎重に選んでますからね、嫌じゃない。でも愛子も女性ファンがほとんどのはずだ。男性ファンはつかない。安室ちゃんは、安室ちゃんも どうなんだろう、ファンの男女比。例えば福山雅治は女性ファンがほとんどのはずだ。福山雅治の本業って何なんだろう、あの人の本業は。歌手でいいのか。嫌じゃないと。嫌じゃないかをね。桑田佳祐も多分イケメンではないけど、嫌じゃない顔なんだ。こう天童よしみ、天童よしみ、もう嫌じゃない、愛嬌のあるね。ねえ、だから見た目って大事なんだなって、人間って見た目でかなりの部分判断してるなって、アホな動物やなって。でもアホだからこそさ、触れるにはそのアホたちの心をつかまないといけなくてさ、だからこう嘘でまみれるわけですよ。だからこうね、顔の良くないけどいい曲かける人は顔のいい歌手に歌を提供するわけだ。その方が売れるから。それはでもある種嘘だよね。その歌手が作った歌じゃないんだから、その歌手がなんか歌の歌って言うとちょっと違和感が、それはなんかこう口パクとかと同じような、なこう匂いを感じる。口パクもその中居君が言ってたけど、話したよね。踊りながら歌うのは不可能だって。うちの弟はそれは違うって。ダパンプはそれをやってるって。イッサはそれをやってるって言うけど、まあ、ダパンプのことはよく知らないので。少なくとも AKB やジャニーズは踊りながらね、歌、テレビは大体口パクだと思いますよ。まあそれも嘘ですよ。当然こう環境を整えてレコーディングした方が質は高くなるだろうから。
ライブでもそれだけの質を出せてますよっていう、こう嘘なわけですよね、口パクって。まあまあ、嘘まみれですよ、テレビなんて。いかに気持ちよい嘘を見せるかっていう世界ですから。テレビだけじゃなくてエンターテインメント業界が全部そうだから。そもそもフィクションって嘘じゃないですか、例えば。ハリウッドのアクション映画なんて。というか、フィクションは架空の物語なんですから。現実には起きない気持ちいいことを見せて、客をいい気持ちにさせると。それがエンターテインメントの使命ですよ。ソニー、コンピューター、エンターテインメント。いい。ユニバーサル。ナーティドッグ。クラッシュ。クラッシュ。クラッシュ。いい感冒か。いい感冒か。そう、私はこう、うちの母親も父親もテレビ業界の人だったので、幼少の身切りよりまだがんでない自分からテレビの裏側の嘘を見せられてきたから。だってうちの親父自宅でさ、うちの親父は放送作家ですけど、自宅で書くからさ、原稿で、なんかリビングで書くからさ、自分の自室はあるんだけど、リビングでタバコ吸いながら書いてて、タバコを家の中で吸うなと母親から言われてて、吸った後なんかタバコ消臭剤みたいなスプレー撒くんだけど、まあ、大体バレるんだけどね、それ撒いても。書いてる、親父がリビングで書いてる原稿とかさ、夏休みとか私家にいるからパッと見るけど、当時はまだね、花丸マーケットがやってた。で、花丸も作家で入ってた、うちの親父が。で、親父がもう、あれよ、視聴者からのファックスを書いてたからね。お前が書くんかいって思ったからね。でも書き出しが、おはようございますと、いつも楽しく見させてもらってます、30代主婦ですってこう書いてる。もう何一つそこに本当のことはないからね。親父が書いてるんですよ。おはようございます、いつも楽しく見させてもらってます、30代主婦ですって。本当に何一つ本当のことがないからね。お前30代じゃないし、主婦じゃないし、第一、いつも楽しく見てはいないだろうと。花丸やってる時間、大体寝てるだろうと。そうかーって思いましたよ。そうかーって。これがテレビやって。あと、こんなこともあったというか。一回私ね、今年1月3月とテレビに出ましたが、それより前にテレビに出たことがあるんです。実はもう忘却の彼方だが、小学生ぐらいの時じゃないかな。これももう花丸と一緒で終わった番組だからいいと思うけど、ブロードキャスターというね、今のあの情報セブンデイズニュースキャスターの枠でやってた番組、お父さんのためのワイドショー講座とか、それはサンジャポが今もパロってるような、プロドキャスターで、福留さんのギャラが高いから終わったというのかな、まあ知らんわ。あのね、で、なんだっけ、ブロードキャスターも確かうちの親父入ってて、なんかやってたんだよ、いろいろ。全盛期過ぎた後は。
本人も書いてるけど、バラエティ以外のこともいろいろやってたの。朝ズバもやってたから。で、ブロードキャスターも入ってて、で、ブロードキャスターで糖尿病の特集をすると。誰か、じゃあ、こう、糖尿病患者に密着してみようっていうことで、うちの親父糖尿病だったから、うちにカメラが来まして、早朝。リポーターのお姉さんとカメラが入ってきまして、私着替えてまして、パンツでして、そこにカメラが来まして、おはようございますって。で、オンエア見たらさ、こう、あれなんだよ。なんだ。糖尿病患者の高橋さんって紹介されてるわけ。その番組に関わってるスタッフだということは言われてないわけ。それはさ、別に隠さなくていいじゃない。そんな、と思ったよ。なんか、この話結構あやふやだから、そんな昔の映像とか探らないでね。私は一瞬だけ映ったから、その朝食の絵で家族全員でいただきますって言ってるところに一瞬だけ映ってるから。弟と一緒に、てか一家4人で。あ、テレビ、他の私のパンツの絵とか撮られてたけどさ、そこは使われてなかったからさ、もうそこで学んだからね。あ、テレビって全部流すわけじゃないんだなって。もう記憶があやふやだから調べないでください。ブロードキャスターかどうかも実は怪しいので、多分ブロードキャスターです。もしかしたら親父が作家ではなかったかもしれない。もう単なるコネで話が来ただけかもしれない。そして番組の作家だということは紹介されてたかもしれない。わからない。もう糖尿、まあ糖尿まっしぐらですよ。私も糖尿です。 T-O-N-Y-O 糖尿、 T-O-N-Y-U 糖尿、 T-O-N-Y-A 糖尿。サーニャをそんな目で見んな。トーニャ、トニア、トニアマーム。トニア、トニア、サラ、ジャミル、あ、ティファ、エアリス。お？白タンクトップ。ん？うん、ランニングですよ。なんだっけ、あ、そう、糖尿、糖尿、 T-O-N-Y-O。 糖尿って不思議なのはまだあれ私分かってないんだけど、よくなんかこうインシュリンを人間はなんか血糖値、こう物を食うと食い物の糖分がまず吸収されて血に回るわけだな。で、血糖値が上がる。その血糖値を抑えるためのホルモン、ホルモンだったかな、がインシュリンかなんかで、要はね、糖尿病になるとインシュリンを注射するようになるから、自分多分インシュリンが人より出なくなるんだけど、例えばドカ食いしすぎてインシュリンが足りませんっていうことであれば、こう一回だけ打てば済む話じゃない。一回だけっていうか、ドカ食いした後にだけ打てば済む話じゃない。でもなんか毎食打つわけよ、糖尿病の人って。多分そのインシュリンを出す能力がこう永続的に破壊された病を糖尿病って言うと思うんですけど、それでいいんだよね、この理解。多分膵臓がなんかぶち壊されるんですよね、インシュリンを出す。おお、怖っ。
インスリン、ランゲルハンスト、インスリン、インスリン、インスリン、ベータ細胞、ペプチドホルモン、ホルモンで合ってるよ。で、糖尿病1型と2型とあって、元から膵臓の働きが悪い人が1型だったかな。そうそうそう、苦手。古典的な成人病の方が苦手。苦手は、やっぱこうウィキペディア読むとあんまり要約して伝えられるほどザクッと書いてくれてはいないのでちょっとやめます。ああ私も血糖値だけは異常になったことはないけど、他はあるんですよ。中性脂肪とかガンマ GTP とかFTP、FTP は違うだろう。GTP だよね。ガンマ、GDP は、GDP はグロスドメスティックプロダクトでしょ。国内総生産。国民総生産。お？国内総生産。PTA は、PTA は何の略か知らん。ATP はアデノシン三リン酸だよ。お？中性脂肪とかは高かったことあるし、尿酸も高いし、尿酸、就職前も司法試験受かった後、健康診断受けさせられるんだけど、血液検査したら、高かった尿酸が。先生からいつ痛風になってもおかしくないよって言われたから薬飲んで下げた。今も高いと思う。でも一向に症状が出ないので多分なりにくい体質なんじゃないかな。うちの親父もあんだけドカ食いしてるけど痛風にはなってないし。でも母親曰く尿酸値は正常らしいよ、うちの親父。そんなわけないと思うけどな。尿酸値正常なのかな、本当に。チャーンチャーンチャーンチャチャチャーン。NYOSAN。尿酸。PASAN。バーサン。JODAN。上山。ですよ。コンピューターおばあちゃん、コンピューターおばあちゃん、ウォー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 。うん、こんなもんでないかな今日は。ではまた来週も何かあるといいね。